節分のホークスキャンプは鬼のサバイバルだ。開幕投手を狙う東浜がブルペンで100球投げ込めば、開幕投手を狙わないはずはないので。対する石川のピッチングは、なんと藤本監督が打席に入り入念にチェック。サード争い戦国時代、勝ち取るのは俺だ。栗原を直撃しました。ちょっと出すぎっすかね、副キャプテン出しゃばりすぎ。こんばんは。今日ももちろんホークスのキャンプ情報たっぷりいきますよ。見どころ満載の3日目となっておりますけどもね、今日はですね、熾烈なポジション争いに注目していきたいと思います。投手陣、野手陣頑張ってますね。過去最大級のサバイバル、ご覧ください。どうぞ。鷹選手の朝は早い。9時前の早出練習、2日連続で参加したのはこの若鷹です。サードでスタメン定着へ、野村勇。城島健二アドバイザーからマンツーマンの指導を受け、終始右方向への打球を飛ばしていました。スイングの動作を伝授されること1時間、朝からしっかり打撃フォームを叩き込みます。同じくサードのポジションを狙うリチャードも、朝からバットを振り込めば、その後の全体練習でもハッスル。節分らしく鬼のノックで課題の守備力強化を図ります。まさにサード戦国時代。大本命はなんといってもこの男、栗原。鍛えたがるっすね。声でもチームを引っ張るのが副キャプテンの仕事です。あれ諦めた。一方、開幕投手争いは静かに闘志を燃やす男たちが。キャンプ2度目のブルペン入り、東浜はエンジン全開です。藤本監督が見守る中、なんと100球の熱投。大役を勝ち取るべく気迫を見せます。同じく開幕投手候補の石川のピッチング中でした。なんと藤本監督が打席に入り球筋を確認。この上ないシチュエーションで状態の良さをアピールしました。まあ、打席立った方が質のいいピッチングができるなって思ったので、まあ、引き続きこう打席立ってもらったりとか、監督に限らずですね、開幕投手を、ね、狙わないはずはないので、まあ、そこは狙っていく中で、まあ、ただひたすらがむしゃらにやるだけですね。そんな2人の後ろは俺に任せろ。7回の男候補、津森がストレートを中心に35球投げ込めば、昨シーズン足の骨折で離脱した又吉は2日連続のブルペン入り。さすがは鉄腕。ストレートを83球コースに投げ分け、完全復活を予感させました。低めからですね、低めから伸びていく球が生命線だと思いますし、まあ、言ってしまったら、ね、周りのピッチャーの150後半とか投げれないので、僕は低めから構えたところに意図したボールをっていうところで、ああいうイメージを持っていかないと、もう一個体をでかくできるように中身も濃い1ヶ月にしたいなと思います。というね、もうブルペンでももう火花が散ってましたよね。開幕投手候補がね、頑張っていて、でね、サードでもね、あの野手陣を引っ張ってましたよね、副キャプテン栗原選手がですね。まあやっぱ松田選手がね、まあ、いなくなりましたからね、自分が引っ張るぞという気持ちはね、そういうところからも見えますよね。そんな栗原選手、副キャプテンにですね、久しぶりにお話を聞くことができましたよ。ご無沙汰してます。よろしくお願いします。ねえ、コンディション良さそうですね。そうですね、よくやっと良くなってきました。キャンプ初日からエンジン全開、今年プロ9年目を迎える栗原陵矢。練習中は常にこの笑顔、誰よりも楽しそうにプレーをしています。あ、気持ちいい。主力としての活躍が期待された去年は、怪我の影響でシーズンの大半をリハビリに費やした栗原選手。今年は何かを変えるべくこんな挑戦も。自主トレをね、
はい、アメリカ行きましたよね、はい、あの完全単身もう一人一人きりですよね、はい、自分の知らない世界を見たいという気持ちと、メジャーリーガーたちってどんなトレーニングをしているのかなとかそういうのを見たかったのが一番です。野球の本場で培ったスキルはこんな場面でも。ナイスパス。英語の発音もどこか上達していませんかね。メジャーイズムを吸収した栗原選手、今年から挑戦するサードでの活躍も期待してますよ。もう本当に初心者なので自分自身サードを本当に一からだと思いますし、しっかりと一つずつこうレベルアップしながらになってくるので、その中で本当に自分が出たいっていう気持ちは強いので、はい、そこは強く持ちながらやりたいと思います。人一倍強い気持ちで今シーズンに臨む栗原選手、首脳陣からの期待も今年は一味違うんです。去年は自称だったので、はい、はい、今年は正式にやらせてもらいます。そう、今年任されたのは副キャプテンの大役。よく見てみると胸元には C の文字が。柳田キャプテンとともにおそらく球団史上初の副キャプテンマークを手に入れました。でん、かっこいい。何ですかこれ。キャプテンズタオルですこれぜひ皆さん買ってください。かっこよくないですかこれ。めちゃくちゃかっこいいですね。ちょっと出すぎっすかね。副キャプテン出しゃばりすぎじゃないですか。いやそんなことないですよ。大丈夫ですか。なんかもう金銀みたいな感じですよね。いいっすね。いわゆる僕も欲しいっす。そして最後に栗原選手といえば、皆さん覚えてますよね。タカガールの質問に栗原選手が答える大人気コーナー、教えてマロン先生の存在を。忘れてないですよね。もちろん1年間できなかったんでね。またよろしくお願いします。何が、何がマロン先生の方これいつ来るんかなと思ってたんですよ去年。さすがに出れないなと思って怪我してますし、はい、今年よろしくお願いします。ぜひ。もう高があるのね、日も溜まってますよ。はい。ぜひ。いいですか、前を切り。もちろん。ありがとうございます。嬉しいです。というね、エンジン全開栗原選手ですけどもね、出口さん、はい、いかがでしたか。ね、マロン先生が質問に答えてくれるんですね。そうです。1年ぶりに。そうです、そうです。私たちの質問にも答えて、もちろん答えるということですか。だからもう山根さん、高があるでしょ。もう私、結構目ハートにしみして見てました。キュンキュンしてます。あの質問もね、ちょっと考えてくださいね。わかりました。受け付けてますからね。はい。バッチリ用意してきます。はい。今年もね、盛り上げてくれますよ。楽しみです。さあ、そしてですね、和田投手からこんなお知らせがあります。和田投手が先月から始めた旦過市場の復興チャリティー。選手たちが野球道具を提供し、支援金を募っています。このプロジェクトは寄付サイトシンカブルで行っていて、2100円以上の寄付をした方が選手グッズ、あの抽選の対象になります。受付は和田投手の誕生日今月21日までです。グッズも、ね、増えてきますのでぜひご応募ください。